クリストファー・デビット・ネグロンは、アメリカ合衆国ニュージャージシュー州バーリントン郡、ウィリングボロ・タウンシップ出身の元プロ野球選手、ウトウ右打ち。2006年の MLB ドラフト7巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、遊撃手として、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスで、プロデビュー。A-9、ローウェル・スピナーズでもプレイし、 二球団合計で50試合に出場して打率。282、日本塁打、21打点、15盗塁を記録した。2007年は、A 級、グリーンビルドライブと、A 級ランカスタージェットホークスでプレーし、二球団合計で115試合に出場して打率。225、日本塁打、29打点、31盗塁を記録した。2008年、マイナー三球団で、 自己ベストとなる129試合に出場。長打すべてで自己ベストの数字を残したほか、2年連続で31、投塁を決めた。2009年8月14日にアレックス・ゴンザレスとのトレードで新シシナキレッツへ移籍した。移籍前後のマイナーリーグ通算では、134試合に出場して打率。259、6本類四打41打点。 27投類を記録した。2010年は自身初のトリプル A 級、ルイビルバッツへの昇格を経験した。また、この年のマイナーリーグ通算の出場試合数は127試合であり、3年連続で125試合以上に出場したこととなった。打撃面では打率、269.11本塁が41打点という成績をマーク。 マイナーリーグで自身3度目の30投類以上かつ自己ベストとなる35投類をマークしたほか、11本塁打は自己最多の数字である。11月19日にレッツとメジャー契約を結び40人枠入りした。2011年3月21日にトリプル A 級ルイビルへ移動。この年は123試合に出場して打率。216、9本塁打。 45打点、11盗塁を記録した。2012年3月18日に、トリプル A 級、ルイビルへ配属され、そのまま開幕を迎えた。6月6日にメジャーへ昇格し、翌7日のピッツバーグパイレーツ戦で、メジャーデビュー。4回裏に代走として出場した。その後3試合に代打として出場していたが、6月18日に、トリプル A 級、ルイビルへ降格。 11月18日にノンテンダー FA となったが、12月1日に、レッツとマイナー契約で再契約した。2013年は、トリプル A 級、ルイビルでプレイし、116試合に出場して打率、225、5本類打30打点、11盗塁を記録した。10月14日に、レッツとマイナー契約で再契約した。2014年は、トリプル A 級、 ルイビルで開幕を迎え、75試合に出場。7月10日に、レッツとメジャー契約を結んだ。2015年6月25日にマイナーオプションで、トリプル A 級、ルイビルに降格し、7月27日に、左肩痛のため7月24日に遡って、マイナーリーグの故障者リスト入りした。7月31日に復帰し、9月8日にメジャー昇格したが、 24日に15日間の故障者リスト入り、27日には60日間の故障者リスト入りに移行した。10月30日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級、ルイビルへ配属された後、11月6日に FA となった。2016年1月14日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として、 参加することになった。この年は参加の、AA、a a q i オワカブスでプレーし、117試合に出場して打率、256、9本類打46打点、23盗塁を記録した。オフの11月7日に FA となった。2016年11月14日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年は開幕から8月末まで参加のトリプル A 級入りのエンシズでプレーし、120試合に出場して打率。313本塁打、64打点、13盗塁を記録した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 この年メジャーでは14試合に出場して打率、160.1打点の成績を残した。レギュラーシーズン終了後の10月31日にマイナー契約でトリプル A 級リノへ配属された。2018年1月9日にダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、同年もスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは、 トリプル A 級リノで開幕を迎え、6月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月6日にジョン・ジェイの加入に伴ってリーフとなり、10日に40人枠を外れる形でトリプル A 級リノへ配属された。2018年8月30日に金銭トレードでシアトルマリナーズへ移籍し、3家のトリプル A 級タコマレーニアーズへ配属された。 9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年3月13日に40人枠外となりマイナー契約で AAA 級タコマへ配属された。7月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年7月29日にダニエル・カストロとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。 オフの11月9日に自由契約となり、12日に現役引退を表明した。2020年より、シアトルマリナーズの選手育成アシスタントディレクターに就任した。2021年からは、マリナーズ参加トリプル A 級タコマレーニアーズの監督を務める。ありがとうございます。